よくキイチとさ、うん、あの一軒目酒場っていうそのすげえ安い居酒屋の、うん、見たことある爆ハイっていう、うん、あのウイスキーとあのハイボールとビールを割ったやつがあるんだけど、えめちゃくちゃやばそうな、あれ酔うのよ。で量が多くて安いのよ、うん、それを飲んで短時間で酔っ払うそのコスパの良さをずっとやってたわいやえどんぐらいで言うのそれ。金なさすぎて。いや、爆杯すぐ酔うよね。はい、悪酔いしちゃうん。ちょっといやもうね、あの酔うまでのね、スピード感が速い。へえ、金なかったからそんな飯も頼めないから、うん、あ、そうだね、もう酔えばいい。もう酔えばいい、酔やいいっていう、その酔うまでの速さと安さ。へえ、これはやばいっすね。すごい、俺だからそういうのない。俺家いたんだよ、そんな。そうだね家で座ってたりとか寝てたりとか。うん、そうだね、多分ね。ちょっとやめた方がいいって言った、あの爆破は、ね、今何時っすか。いや2時半さっき確認したじゃん。さっき確認したじゃん。ダメやさ、今2時半2時半。え、それてっぺん回った後2時半。昼の2時半。無限じゃん。14時半。無限じゃん。無限に飲める日じゃん今日。今日やばいっすよ。今日やばいよマジで。人生最後の日なんかなってくらい飲んでるじゃん、じゃペースで言ったら。早めにこんな飲んでた。これはやばいっす。ちょっと中川家の大阪のおじちゃんみたいな。そうだよ、うん、歯がないっぱいタイプのね、うん、通天閣にいるおじちゃんの。でも YouTuber 結構飲むよね、昔からね。飲むよね、うん、はじめさんもあんま飲まないと。はじめさん、そうね、あんま飲まないね。飲み行くとあの甘いお酒飲む。あー、確かに。フローズンマンゴーサワーみたいなのを、そうですね、一緒に飲んだ記憶があるな、うん、はじめさんすごいのは、うん、魚民とか庶民的な、庶民的なとこ行くのよ。おう、大衆居酒屋。そう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 。で、なんかいや、俺全然 OK なんだけど、うん、いいんかなって。いいんだろうね。そう、だそれすごいよ、マジですごいなと思って。それをとんでもないカードで払う。あー、かっこいいよね。飽きってるけどさ、そのトミーをさ、好きな YouTuber なんて誰ですかって。はい、はじめ社長って答えるの。はい、うん、はじめさんが一番豪快なんじゃないかっていう説があって、俺だってなんかこれ買ったらかっこいいっしょ、この飲み会おごったらかっこいいっしょっていう、そのかっこつけマインドで生きてるんだけど、はじめさんってその好きなものに自分らしいからっていうレベルちゃんと使うっていう、はい、もう飾らない、実はスターってそうはずじゃん。で、だから、うん、はじめさんが一番かっこいいんじゃないかなっていう説が。おー、深い深いね。そのなんか時計買うとか車買うとか、うん、いい酒飲むとかって確かに すごいし、うん、確かにかっこいいって言われるものかもしれんけど、好きなもの、いや俺これが好きなんでこれにお金いきますっていうのが一番なんかかっこいいなっていう。あー、確かにね。なんか突き詰めてますみたいなのがやっぱあるな。逆にクオータミンだったね。そんな別にいい酒分からんしっていう、そのはじめさんがしたらその、で俺もいい酒分からんから、なんでじゃあいつも竹酒飲むんだっていう話ってなんだよ。あー、本質のね。そう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 。だからいい酒分かんないから別にどうでもよくないって言う、うん、けどじゃあいいカードがあったら、おー、買うじゃん。確かにね。そう、なんかこれは自分の中のその好きなものだったり打ち込めるものだから、いいカードを買うし課金するしっていう、うんうん、すごい、ただ褒める話やばい。いやでもこの、いや褒めてるけどやっぱ怖いっていうことなの。おー、すごい人ってやっぱ怖い。はいはい。この人にかなわないなと思った瞬間ってやっぱ怖いじゃん。確かに、ね、恐怖を感じる。いや優しいしね、優しいし、一緒にいても優しいし、そのご飯食べてようが別に何だろう、何してても別に優しいんだけど、うん、この人にかなわないなと思った瞬間ってやっぱ人ってやっぱ怖い、怖い。おー、それをやっぱ感じるのやっぱはじめさんの。おー、1個下に生まれてよかった。ああ、確かにね、それはあるよね。いや、この人と昔から思ってるよね、はじめさんに対してさ。同じ年で生まれたらもう終わってたなって。俺はもうカッコつけることも許されないっていう。確かにね。どんな背伸びしてもそのちゃんと頭さえ下げれば、後輩だからね。そう、いつも調子乗ってる、調子乗ってるんですけど、ちゃんとここはもう頭下げますっていうのができてよかったなっていう。ほんとやばいよお前それ。あ、お前
やばいよ。ボタンじゃん、それやったらいつも。だよ、だよ。でも日本酒は 16% だから大したことないんだよね、俺らの中でね。そうです。ウイスキーとか行くからね、シャンパン冷やしてる。あ、来た、シャンパンの時代来た。じゃあ俺も日本酒飲もう。あ、脱菜、でもとりあえずさ、今脱菜どこ、脱菜はモンキーチンとこ脱菜、脱菜は脱菜はね、山口県のお酒なんだ。あー、え、そうなんだ。脱菜を作った、そう、いやもう結構、残り少ないよ。ここまで行ってますからね。脱菜を作った、そのね、酒屋さんはもう辞めると、もうこれ酒屋さん閉じるってなってた、なってて、で、じゃあ近所に最後一本だけ自分が作りたい酒作って配ろうってなって配ったら、それが脱菜。へー、ラストで口コミでどんどん広がって、辞めたかったら辞めれなくなって、うめえぞって、で、名古屋、東京、大阪とか北海道とか、そう、九州とかにこれが出荷されるようになって、もう今やもう脱菜ありますって店頭に書くぐらい。へぇ、脱菜です。脱菜俺も好きなんよ、山口県のお酒。すごいな。シャンパンでーす。イエーイ。で、俺だから山口県に一回そのロケ、飯で食いにロケに行った時に聞いたの。うん、俺変態だからさ、山口県で脱菜の評判聞いたの。おう、逆にもう今地元でポップになっちゃって、あ、もうもはや尖ったお父さんとかは、脱菜なんかもうあれはもう都会の人が飲む酒だって言って他のやつ飲む。へぇ、ならもうもうだからアングラ、アングラにいた頃のその酒屋さん出身のその脱菜ではないだ。脱菜でもアングラのものだからね。そう、そういうことなんだ。本当に酒が好きな人が評価したやつ。じゃあもう山口といえば脱菜だ。山口県のお酒はまあ結構山口県で、俺は脱菜がだからめっちゃ好きなの。へえ、いや本当に飲みやすかったもん。そう、肉にも合うし、そのに、その魚類にも合うっていう、うん、え、そのストーリー聞くとよりっすね。飲んでねえだろその後なあ。お前もう酔っ払いだよお前。俺もだけど、お前はもう酔っ払ってる時のお前になってるよ完全に。普通に話聞いて。じゃないよ。どうよトミーは、気質的には。はい、一回じゃあこっちの撮影いけそう、いけるいけるんじゃん。もう真っ赤なもんだって実際。ああ、まあそうっすね。ちょっと俺的にはもうちょっと行きたいところなんですけど、はいはい、まだだからそのベロベロではないね。そうです、そうです。でも結構来てるわけでしょ。まあまあまあ、酔っています。え、酒飲みながらはありっすか。確かにね。ああ、それはありなんじゃない。で、缶酎ハイとかをちょっとこう。俺全然でも今ロレツ回ってるからね、全然喋れる。確かに確かに、そうなんですよ。全然いけますよ。もうちょい、でも強すぎるんだよね、だからそれ。めちゃくちゃ強いんですよ、だからそれで言うとね。そうなんですよ。かます。じゃあ俺とマンドだけとりあえず取るね。キイチがもう、キイチがもう酔っ払っちゃってるから。もうサブちゃん、サブちゃんしてくれよ。お前無理じゃん。あー、もう氷結ですね。氷結を片手にって。お父さんが酔っ払って家に帰ってきて、で、嫌だなって思った女の子とかいると思うし、彼氏が酔っ払って家帰ってきて、嫌だなって思ったことがある女の子もいると思うんですよ。男はね、人が酔ってたらね、おもれえな、あいつ潰そうと思うと思うので別に関係ないと思うんですけどね。女性の方はね、その酔っ払ってる男に対してね、うざいなって思うと思うんですよ。何してんの？嫌いにならないでほしいなっていうのがあります。僕は本当にのんべえなんで、それで言うと。言った。それはね、もうそれでやっぱ怖い怖い。でもあっちあっちでやってもらっていいですか。仕事に支障をきたしたことはないし、僕はちゃんとその次の日にはもうちゃんとしっかり仕事してる。でもね、トミーだって結構きつそうにしてても普通にやるもんね。あ、そうそうそう。支障絶対出たことないよ。支障は出ないんですよ、僕は。ただお酒は飲むんですよ。そうだね、楽しく飲むことはね。はい、あとやっぱその、まあ家にいる後輩もそうですけど、やっぱその YouTuber も後輩も含めて、僕美味しいものとして美味しいものを飲ませたいなってあるんですよ。だから本当にその減るなぁ、ファン。ファン減るぞ、これ、キイチ。なんでよ、だって仕方ないっす、これ。だってお前、酔ってさ、お父さんがさ、酔っ払って帰ってきたことがあるとかはさ、確かにね。ね、お父さんが
とかの人からしたらさ、そうだって嫌じゃん。酒臭い。飲んでんのよ。チキイチもうるさくなってるな、もう。やっていきましょう。おめでとうございます。ゴー。何の始まり今の。と大会系の始まりだ。キイチのみたいなやつの行こう。ありがとうございます。ってことだ。ありがとうございます。やばいじゃん、あれ。一回、一回静かになって、なあ、オッケーです。楽しかったら笑っていいから。オッケーです。はい、お願いします。はい、どうもー、ツアーヤンダイスだね。メインでさ、うん、こう、お酒を飲んでる。あ、でもなんかその、全国のその男性視聴者に言いたい。酔ってもいけんぞ。酔ってもいけんぞ。なんか変だ、変だよ。そう、酔っても誰に向かって酔っても、酔っても、ろれつもあるし、全然お前らの発想の上を行くツッコミできるぞ。やめろ。やめろ、そんな言ってるよ。シャバいの、なんか飲み会でそういうゲームやつしやるやつシャバいわ。違う企画じゃん、これは。ね、その企画ですよ、これ企画な。何このなんかシラフ反対みたいな空気、何。いや、なんかその飲み会でなんかそのゲームやってその負けた人飲ませるみたいな、シャバいな。やってねえよ。シャバシャバ、シャバ飲み会だ。やってねえよ、そういうことじゃなくて企画をやってんの。シャバい、シャバい。お酒絡んでないです、これ。シャバい、シャバい。ただ単に普通にちょっとみくやろうよっていうことでやっていきましょう。どうしたんですか。鎌倉に飲みに行ってんよ。いや、もう酒の話しかしない。えい、行くぜ。えい、やべって。えい。ね、酒、大丈夫ですか。酒、ちょっと確かに酒飲まんと。酒飲まんと。結構飲んでるよ。だいぶ飲んだな。だいぶ飲んでるよ。バスケ特有のやつね。バスケないよ。バスケないよ。バスケないよ。バスケだけよ。えい、よかったな、サドンネス。サドンネスじゃなかったらお前負けるんだろうな。へぇー、ごめんなさいな。よーし、イエーイ。酒飲んでも俺の方が強いってこと。酒飲んでも大丈夫なんよ、だから。結局酒飲んでも眠らんのよ、全然喋れんのよ、口回るよ、全然全然大丈夫なんよ。こっちはこっちは全然強いわ。実際めっちゃ強かった。めちゃくちゃ喋れるし、めちゃくちゃゲームもできるし、全然大丈夫なんよ。この酒も全然できるし、全然。だから別に今から飲んだけども全然付き合うし、俺全然大丈夫だから。えいえいえい。じゃあ、あいつやばい。あいつ終盤入ってる。終盤だわ。はい、酔ってるが強いよ。じゃあカンタも酔った状態で差しで、なんか差しとかその酔った状態での勝負もしないといけないですよ。いや、わかりました、はい、大丈夫です。じゃあ、ちょこの動画おしまいにしましょう。ん、おしまいにしましょう、この動画。噛んでるよ、こっち噛んでないの。こっち噛んでないの。この動画は締めましょう、一回。バカにされてるみたいな感じになって、もうなんか酔っ払いはいいですみたいな感じになるわ。バカにされてるみたいな感じになりますよね。いや、負けた。マジで強かった、マジで強かった、本当に。え、俺ってさ、もう今日で女性視聴者がいなくなるのかな、俺の。いや、いいと思うよ。こういう人嫌じゃん。お父さんこういう時嫌だったじゃん。あれ、俺は知ってんだよ。お父さんこういう時嫌だったの知ってんだよ。大丈夫ね。めちゃくちゃ喜んでたからね。覚えてるか分からんけど、その一点ごとにその、うわーって状況だったから。お父さんがさ、帰ってきてさ、酔っ払ってさ、野球中継見てる時が一番うざいじゃん。もっと行けーとか、その、自分ができる気になってるやつ。めっちゃうざいじゃん。あれだなって思った。うぜえ、俺。あー、嫌われちゃったなぁ。いや、でも、育ちがいるから。育ちが、に舐められなきゃいいやん。な、毎回育ち出てくるんだよな、絶対。いや、もう、だからそう、アバンティーズに舐められなきゃいいやん。はい、いいんじゃないでしょうか。ちょ、笑ってるけど。いや、うまい。自分のターンも来るからね。来ますね、この後。はい。それはもう同じ量飲んでもらうよ。本当にそう。赤ワインのボトルと、まさに脱菜。そうじゃなきゃね、おかしいもんね。1リッター以上いってもらえるから絶対飲めん。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ちょっとあいつが一番やばい。なんだ、なんかその拍手の音とかが大きすぎる。あっとか言ってたもんね。やっ、酔っ払いなんてんなみたいな言ってたね。そうそう、やった方が強いんだからな。それ後で見ろよ、ちゃんと自分で映像。やばいぞ、多分。なんだよ。
ということで、いたけのみさようでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。やばいだろ、あいつ。いや、面白かったです。ありがとうございます。やばい、いいとこです、これは。やばい、企画をね、全うしただけなんで、本当はいつもはお茶ばっかり飲んでます。はい、牛乳とお茶しか飲んでないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、俺に最高っすって言って。はい、よし、よし、何やろ。え、撮ったぞって、今日もおもろ動画撮ったぞ。邪魔しちゃっただろってな。勝ちましたから。そこを喜んでたの。マジで花粉症で鼻取れそうになるの。いやだって鼻だってそのせいで4つなくなってるわけだよね、うん、この人生の中で。あとハウスダストもうざくない。今ハウスダスト俺一番うざかったのは、うん、一番ハウスダストうざかったのは、うん、村行った時キイチがハウスダストにやられたのが一番うざかったね。いや、こんな広大な自然でハウスダストにやられるって何なんて。一番ハウスねえわ。一番ハウスねえとこでハウスダストやられましたって言って目真っ赤にしたキイチが歩いてた。顔パンパンじゃん、ね、嘘だろって。お前ハウスねえ、何をしてんの。今からハウスを作るっていうのにハウスダストにやられた人いいよ。うん、腹立ったな。腹立って。